平成20年1月4日、阿蘇市内の巻で、阿蘇市役所内の巻支所の新庁舎落成式が行われました。式典には、佐藤阿蘇市長をはじめ、関係者らおよそ160人が参加しました。式典では、坂梨正明総務部長から工事経過報告が行われ、その後、工事を行った業者12社に、感謝状が贈呈されました。同文であります。どうもありがとうございました。以下同文であります。どうもありがとうございました。関係内の巻支所新庁舎の周囲には阿蘇保健福祉センター、阿蘇図書館、農村環境改善センターが設置されており、交流活動などの行政機能を備えていることから、今回新築移転しました。式典の最後にはテープカットが行われ、式典終了後、新しくなった内の巻支所を訪れる市民の方も見受けられ、職員も新たな気持ちで業務に取り掛かっていました。